こんにちは、のり太郎です。今回はこういったスラブケース入りのアンティークコインやモダンコインを買う際に、そのコインのグレードの情報については以前の過去動画で読み方をご説明しましたが、その際に注意点としてコインの傷や修復跡などのディテールズという情報について簡単にお話ししましたが、今回はそこを詳しく深掘りしたいと思います。そういった情報が入っているコインは売る際に売りにくくなりますので、ディテールズについての情報についてはアンティークコインを買う前に知っておく必要があります。私はコイン投資初心者ですが、いざコイン投資を始めるといろいろと気づいた点がありましたので、重要だと思った点について発信しております。さて、今回のディテールズの情報はネガティブな情報になりますので、退屈にならないようにざっくりとお話をしたいと思います。いっぱい情報がありますので、簡単にまとめております。まずディテールズというスラブに書かれているものには大きく分けて以下の4つの損傷があります。1つ目は保存時に損傷する場合、2つ目は意図的な損傷、3つ目は物理的に損傷したもの、4つ目は製造時のエラーで損傷したものになります。これらはグレードの数字はつかないですが、一応鑑定の大まかなグレードがついている状態です。なので AU とか XF などのグレードとともにディテールズと書かれており、それぞれの損傷の状態が記載されているわけです。これらのものは古いコインになればなるほどよくありますので、ご注意願います。それではそれぞれの損傷の内訳というのがこちらの通りになります。まず保存時の損傷としてはエンバイロメンタルエフェクツということで、周辺環境からの影響になります。で、意図的な損傷については3つありまして、まずサーフィースアルタレーションズというのが表面の改変、インプロパークリーニングというのが、不適切なクリーニング、メカニカルリペアーズというのが機械的な修復がされたものになります。続いて物理的な損傷ということで、こちらはメカニカルダメージというのがあります。で、製造時のエラーということで、ミントメイドイリグラリティーズということで、不規則な製造というものがあります。そして今述べたものの他に、鑑定に出した際に修復するとグレーディングが可能なものとか、あとは修復もできないし鑑定もできないというメッセージが返ってくることがあります。それがこちらで、まず修復が可能なものについては、7番目のコインズリクワイアリングコンサベーション、保全が可能な、必要なコインというものがあります。で、修復も鑑定も不可能なものということは、ものはこの8番目のコインズ NGC will not grade at all ということで、 NGC では鑑定不可というものがあります。ざっくりと分けると以上のようになります。それでは続きまして、それぞれの損傷の記載にどのようなものがあるかというのを説明したいと思います。まず保存時の損傷ということで、エンバイロメンタルエフェクツの中には、この4項目があります。で、コインに有害な条件として、不適切な保管容器、あとは極端な熱と湿度、さらには大気汚染物質や塩水などがあります。沈没船など海から回収されたトレジャーコインなどは環境汚染の、被害を受けていることが多くありまして、表面は、数値グレーディングなどの対象外になります。これは化学反応を起こしやすい数種の紙とかですね、またプラスチック製の保管ケースなどでも起こるということなので、保存する際にはしっかりしたですね、こういったスラブ容器に入れるのが一番だと思いますが、ご注意願います。で、今回の意図としましては、ざっくりと全体を、見回すことに焦点を当てておりますので、それぞれ一つ一つの項目については説明しませんが、それそれの損傷について詳しい内容を知りたい方は、今回参考にさせていただいたサミーさんという方のまとめたブログの URL を概要欄に貼っておきますので、興味のある方はご参照ください。
続きまして意図的な損傷に参ります。こちらは2番目のサーフィスアルタレーションズということで表面の開閉です。こちらは全体的な外観を変更する何かの方法で処理されたコインになりまして、数値で評価できないものになります。このように表面開閉のほとんどというのは化学薬品とかフィラーとか熱を加えることによって行われており、ディテールズ扱いとなるということです。続いてこちらがインプロパークリーニングというものになります。それはこの9項目ありまして、コインがディテールズを評価を受ける最も多い理由の一つとなります。やっぱり不適切なクリーニングというものによる技術不足なクリーニングというのがやっぱり一番ディテールがつきやすい原因になるということです。汚れたコインを見ると化学的機械的洗浄によってコインの外観をきれいにしたくなるんですけど、それらは以前は広く受け入れられたそうです。特に古いコインが発見された場合、非破壊的なクリーニングでは数値によるグレーディングが可能な場合があります。しかしコインの美観を損なうような粗い洗浄をしてしまうとディテールズ評価となり、またそのような洗浄は修復できないということになりますのでご注意願います。続きまして、メカニカルリペアーズということで、こちらの9項目ですね。こちらは機械的な手段によって不適切に復元されたものになります。何らかの形で修復されたと表示されます。多くの古いコインで、特にバストタイプのシルバーダラーとかゴールドダラーなどは何世代も前にジュエリーとして使用されているものがありまして、そのためチェーンに吊り下げるために穴を開けたりとかですね、あとはハンダ付けすることがよくあったということです。一般的に流通によって傷を受けたコインも同様ということです。で、数年後コインとしての価値が出たということで、さまざまな手法によって修復された場合があります。多くの場合はとても巧妙な作業によって行われているんですが、専門家はそれを見抜くことができるとのことです。そしてこれらは数値による評価をつけることはできないということで、ディテールズ扱いになります。続きまして物理的な損傷ということで、メカニカルダメージと機械的な損傷というところで、こちらの11項目があります。でコインは他のコインを含むさまざまな物体と接触することによっていろいろな外傷を残すことがあります。これらは通常の流通過程でも起こりますが、何らかの工具の使用によって、起こることもあるということで、この項目はコインが受けるさまざまな形態の機械的損傷について記述されたものということになるそうです。続きまして製造時のエラーということで、ミントメイドイリグラリティーズについてはこちらの2項目です。でコインには時々製造時の欠陥がありまして、 NG シートでは原則としてリムクリップとかラミネーションなどの軽微な欠陥があるコインについては数値による評価をしないということですが、中心がこうずれたコインとかですね、型に合ってない大きな、大きさなどのプランシェをこう使ってしまったものなどの主要なミントエラーについては数値による評価をするとのことです。なのでそういったエラーで数値がついているものも稀にあります。続いて修復が可能なものということで、保全が必要なコインについては、こういう6項目があります。コインには NCC のグレーディングとかスラブ化にそぐわない表面状態のものがありますが、それらの中には専門家によって、改善できる場合があるとのことです。コインの表面に付着した付着物によって時間の経過とともにコイン全体に影響して腐食して修復不可能な状態にしてしまうことがありますので、その前に修復可能なものがあるということです。 NGC の関連会社である NCS というのがあるんですけど、こちらはこの表面の付着物の除去とか中和などを専門としているということで、
ちらで修復が可能なものがあるということで、 NCS で作業が行われるとそのまま NGC に送られて、その状態によって数値による評価がつくか、まあ、ディテール値評価になるかが分けられるということになります。そして最後に修復も鑑定も不可能なものということで、こちらは、この11項目があります。 NGC ではウェブサイト上で鑑定できるコイン、あとメダルとかですね、それらのカテゴリーをリストにしておりまして、それらにはアメリカのほぼ全てのコイン、あとは世界各国のコインとか古代コイン、あとはメダルなどいくつかのカテゴリーが含まれておりますので、そちらをご参照くださいとのことです。特定のタイプの年代が除外されることがあるということで、どのコインやメダルがグレーディングの対象であるかっていうのはウェブサイトの確認が必要とのことです。で、まあ、その上で、送ったものがこういった11項目のことで鑑定できませんと言って返される場合があります。まあ、この中には偽物ですとかそういったものも含まれますということで、ネットなどでコインを買う際にはこれらの今まで表記した表記がないかどうかを注意深く見極めた上で購入することをお勧めいたします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回のお話は以上となります。今後の励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今後も皆様に有益な情報を発信できればと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。